はい、こんにちは、僕監督と申します。 If tomorrow we call チャンピオンズカッツ、今日もこちらのゲームを実況プレイしていこうと思います。さあ皆様お疲れ様でした。イベントがね終わりました。頑張るぞと言ってたねサポーターゲームズ、はい、何だったのか見ていきましょう。こちらですね。はい、全然タップできない。さあ結局順位の方は1191、はい、800位をね目指して頑張ってたんですけれども、まあ、残念ながら1191位ということで、まあ、ただね一応目標としてたね、このねマルディーンがね、獲得できる権利 10% のね、ガシャ券もらうことができました。もうこれがね一番、まあ、30% 引きたかったんやけど、まあ、しゃあないっす。マジで800位の壁はかなり厚かった。まあかなり今回頑張ったと思うんですけれども、それでもねやっぱりねは、まあ、1191惜しいとはこれ言えないんですよね。かなりね壁が厚かったんです。マジで800位にしようと思ったらあと倍ぐらい頑張らなきゃいけなかったかなということでね、まあ、今回はこれでね、はい、まあ、満足したいと思います。もう次以降頑張らないかな。かなりきつかったわ。まあ、このねガチャ券じゃないとマジでマルディーンに獲得できる権利がほぼないみたいなんですよね。結構天文学的数字らしいです。はい、ということでね、まあ、この順位でね、頑張れたということで、はい、ちなみに何位やったのかちょっと見ときましょうか。はい、はい、順位の方ですね、800位に到達するにはさらにね、70万 PP いるみたいです。はい。きついっす。きついっす。それでも、下の方がね、もう1500位の方がかなり引き締め合ってるみたいな感じだったんでしょうかね。はい。まあ、そんな感じだと思います。はい。もう本当にね、上の人はどんだけね、頑張ったんだっていう感じなんですけれどもね。まあ、今日はそのね、報酬を引いていきたいと思います。はい。まあ、新しいね、カカがね、レジェンドでね、来るというか来てるということでね、これはかなり欲しいんですけれども、まあ、それは置いといて、はい。ガチャ券ね、こんだけあります。まあ、かなりね、今回ガチャ券がございますのでね、引いていきたいと思います。もちろん最後にマルディーニの、グレーム100個、確率 10% ガチャ、これいきたいと思ってますのでね。ではまずは 10% ガチャからね、どんどんいきたいと思います。かなり 10% はね、落ちました。緊張の瞬間。オッケー、まず1個目ね。多分これ星が回ってないから、つけへんやろ。ダメ。85。ただ、フリックガチャってなのかなこれ。はい。バルシテルドの選手、当たりました。ありがとうございます。さあ、では 10% ガチャどんどん引いていきます。今のちょっと星が回り出してるので惜しい。82、誰だろうこれ。なんたらオリベイラやなこれ。セルフィオリベイラ、ただ微妙ですねこれね。さあどんどんいきましょう。 10% たくさん引いていきましょう。あの 5% ガチャのレジェンドの 5% ガチャもね、道中でたくさんもらったんですけれども、あれは正直あんまり出ないらしいです。はい、マジで天文学的な数字らしいです、これね。5% でいけるのが、101のマルディーニらしいです、ね。エクストラの方のマルディーニ。だから、あんまり期待できないと思う。確かに 5% で引いたことないっすもん。5% って引けるで、普通。うん。引けたのは今まで、エクストラの方のやつは1回ぐらいは引いたことがあるかもしれない。まあ、このぐらいかもしれないね。オッケー。次。10% はまあとにかくね、このイベントでたくさん落ちたんで、どんどん引いていきましょう。ただ、いまだに星5が1人も来ないんですよね。うん、80だわけ。OK、次。10% ありました。行きましょう。自分名のシュートが今。全然引けないなぁ。85、クロスターマン。ここのドイツもね、そろそろね、アップデートありますからね。次はでもドイツ、スペイン、ポルトガル、あとは、この辺が更新されるのかなっていう感じですね。あとはレバンドフスキーの国か、ポーランドとかかな。お、古橋来ましたね。初めてです。はい。そのうちだから前田大然とかも来るのかな。期待を込めて。片手とかね。お、来た！やっと 10% から星を引けましたよ。さあ、誰が来るのか。105!だったジラウ。あ、そうか、フランスの更新もまだやねんな。ベンゼマとかもね、更新されんのかな。めっちゃ楽しみやな、ベンゼマとか言ったら。ベンゼマ、年齢的に、そろそろね、やばいっすか、ね。怪我れがちになってきたなっていう感じもするしな。オッケー。エンゾンジ。フランスあたりかな、次はやっぱり。ねえ、エンバペとか絶対ね、リミテッドついてくると思うわ。エンバペぐらいかな。リミテッドついてる。あ、誰やろうな。エンバペと、やっぱベンゼマかな。どうやろう、リミテッドつくとしたら。そんなダブルフォワードはするかな。それかバランというかな。
フランス代表といえば、あとはグリーズマン。グリーズマンでも最近ちょっとなんか若干落ち目な感じあるからな。OK。10% は蹴り終えましたね。よかった。はい。次 30% いきましょうか。OK。さあ、30% が多分数えるほどしかないと思うんですけれども、さあ、射抜くことができた、星野。どうだ、どうだ。ただね、クンハタは待ってないので、96。キングスでコマン。もうここも売却専用ですね。あ、どうやろう。コマンは置いとってもいいかな。いや、でも若干僕の中ではもうコマンもう売っちゃってもいいかなって感じしますからね。だってエンバテがいるときにエンバテが絶対にね、リンクって持ってくるから、ね。OK。ペナルティ。フランス代表はだからちょっと厳しいと言わざるを得ない。さあ、どうしようかな。5% を4回いくか、星5確定。星5確定いきましょう。はい。星5確定を2回いきます。レジェンドだけ最後残しましょう。さあ、星5確定は2つあります。さあ、どうなるのか。誰だ、誰だ、誰だ。もうこの前のイベントで、この前のガチャ使う方が良かったね、やっぱりね。ヨガテッリー。なんだ、地雷ガチャみたいなのが来てましたけれども、サブアカの方でね、おとといぐらい引いたんですけれども、まあ、残念ながら外れだったけれどもね、あれマジで引かん方がよかったわ。このカカのね、出るガチャ来るんやったら、ほんまに損したなって感じや。さあ、星5、連続星5、どうだ ?97。フォレアね、まあ、ここはありっすよ、フォレアはね。よし。さあ、ではね、もう見事にレジェンドのね、ガチャだけが残りました。いや、どうなんのかな、レジェンドチャンスガチャ、マルディーニ。まあ、5% でとりあえずね、101の、マルディーニ一人ぐらいね、手に入ってほしいですよね。さあ、まあ安定の星を。ここはマジで厳しいから、ね、89。パレです。次。5%。さあ、この辺のが金旗になったらでもワクワクするやろな。やっぱりダメだ。次は87。ルークデヨング。ルークデヨング。バルセロナの救世主。頑張れ。さあ、次。どうだ。あ、星5が全然いけないな、これ。いいな。87。よし。ここに来て古橋選手がよく来るようになってしまった。さあ、でもね、なんか日本人が置いときたいよなって感じがあるな。さあ、5パーから結局一人も引けなかった。まあいい、まあいい、まあいい。ただね、最も大事なの次のね、10% やから、ね。10% から出るのは、101のエクストラマルディニか、純粋に105のマルディニか、どっちか。金旗が待ったら確定です。行きましょう。お願い金旗あっかはぁ、あ、終わった。まだわからんぞ、でも。お願いします。愛を込めて。やっぱ10%いかれんか。いや、まだ分からんぞ。105。もう下一桁で5やったら、あ、ガンマルディーニ、こっちか。やっぱり、エクストラ。あー、イベント頑張ったのに。10% 引けず。神を触れど、神をつかめず。悔しい。はい。ということでね、マルディーニ残念ながら獲得することできませんでした。いやでも今回ほんまにマジで頑張ったからな。まあ、そこはちょっとね、自分を褒めてあげたいですね。はい。ということで、すべての、ガチャ券、引き終えました。非常に、この1週間。まあ、マジでちょっと休みの日は結構ね、タップしたからな。頑張ったもん。悔しい。ちょっと若干ね、涙ちょっと切れてますけどもね。はい。ということで、まあ、残念ながらね、マルディーニチャンス逃しちゃったんですけれども、またでもね、かなり、回復アイテム使っちゃいましたが、同じようなね、イベント来たら、次も走ってみたいな。やっぱちょっとね、10%引くのはやっぱ楽しかった。はい。ということで、今日はこの辺で行きましょう。最後までご視聴ありがとうございました。